小沢さんはあの私自身が刑事責任を取られることになれば非常に責任が重いというふうにおっしゃっておられますけれども副所ということであればですね、えー、幹事長続走ということになるというふうにまあ流,れは流れているような感じもするんですけれども、まあ、その辺のところの見通しについてはどんなお考えを持たれておられますか。あのまあ あの党のですねえまあ最終的にはそのまあ代表でありですねえあるいはあの意思決定機関である常任幹事会が決めることなんですけどもあの私はあの政権できるまでは常任幹事会のメンバーだったんですけれども今は政権ができてからはあの党のそうした役職には一切ついてないものですから今はまあ報道以上にですね、あのー 党内でどういう議論がなされているかというのはちょっとよくわからないというのが正直なところですま、まあ、あのこのらの問題につきましてはあの一番その党としてもです、ね、それからあの政権としてもです、ね、非常にその気がかりなのはです、ね、8月の参院の選へのです、ねまあ、影響がどうなるかというふうなところもあるんですけれどもまだ半年近くです、ね、<laughs> まあ長期間、まだ時間がありますけれども。 この辺のところのそのまあ影響っていうのはどんなふうに考えればいいと思われますかあのまあこの一連のですね一連のそのまあ石川議員をはじめ、えー、小沢幹事長のまあ秘書であった方あるいは秘書の方に関するその事件というのはですね、まあ、率直に申し上げてえー 鳩山政権の支持率低下につながっていることはまああのまあ大変税収が厳しい中、まあ、46兆円の税収が37兆円に落ちるという中でですねまああの鳩山総理のリーダーシップでまあ藤井大蔵大前財務大臣もご,ご尽力ご努力されてですねあの、まあ、せっかくコンクリートから人へというあの予算編成ができた。 わけで、まあ本来であればですね、まあよくやったと、まあこの本当に何十年にわたる自民党政治のですね、予算配分構造をまあ政官業の余着を断ち切ってですね、まあ社会保障費9.8%増ですし、まあ私のやってます教育は8.1%、まあ30年ぶりに予算構造変わったわけですね。まあそのことについてまあ大きなまあ評価とあ政権が変わってよかったなということをまあそのみんなで 喜びあえる、うん、まあ有権者の方がですね、そういう政権を作って良かったと喜びあえるまあ本当は国会であった。うん